はい、マノチです。よろしくお願いします。ジャンプフォース、やっていきましょう。オンライン3本勝負。果たして勝てるのかやっていきます。誰使います？誰使っても結局俺の場合は変わらないというところがあるので、まあ3試合やる中でも全キャラ違うキャラを使っていきましょう。まずね、黒崎一護なんか使いたい。かっこいい。じゃあ隣にいるケンシロウなんかかっこいい。使いたい。あとそうですね、ゾロとかも使いたいな。ゾロは次に取っとこうかな。フリーザか。フリーザよりベジータかな。ベジータで全然ねオンラインバトルができなくて、で今日ですね29日の4時に日程が変更になってるんですよね。できればいいですね。前は全然できなかったんだよね。場所はランダムでいいや。さあ、あとはマッチングできるかどうかってところですね。マッチング中できればいいんですけどもね。そういえば大の大冒険参戦しますね。もうそれだけですげえ欲しいなと思って、ただ動画を見たら大の大冒険対戦相手見つかった。すげえ見つかった。よくやった。黒崎一護がかぶってるな。まあ頑張りましょう。色とかどうなんだろうね。服とか変わってんのかな。ただ大の大冒険の大の声がなんか俺の記憶と違った。声優さん変わってんのかな。大の大冒険ってアニメやってたけどアニメより漫画が面白かったからさ、ポップとかも参戦してくんねえかな。ポップ出てくれれば本当に湧くわね。ポップ大がいればいいかな。まあ3キャラ目を選ぶんだったらやっぱりヒュンケルか、まああえてそこはクロコダイルのおっさん言ってほしいけどね。逃がさねえぜ。あ、キャラの服は変わんないんだ。共同戦線と行くか。やり方をまず覚えてないっていうね。俺行ってくるわ。やり方をまず覚えてないんだよね。さあ勝てるかどうか。ちょっと重たい感じになるのか。うわうまっ。強いなまら慣れてるじゃん相手。超慣れてんだけど相手。俺のケンシロウがおいしょいおいしょい。強いよ。え、相手めっちゃ強くない？死んじゃう。よし。ギアフォース？何やめて。全くこの人に勝てる気しない160ヒットなまらすげえ超強いじゃん。こいつをまともに受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ。超強いんですけど相手。よそ見してるとやばい死ぬ。あ、惜しかったんじゃない。惜しかったんじゃない。いや全然やり方覚えてないっていうか相手めっちゃうまいんだけど。あ、スーパーサイジのままなんだ。そこいね。もうギアフォースやってくるの。死んじゃう。相手超強い。なんかすげえ相手慣れてる感じしない？今多分俺が攻撃してる。すぐに終わらせてやる。見せてやる。これ俺やってるから。当たんなかったわ。見せてやる。俺の力。行くぞ残月。大丈夫。オッケー、勝ったぜ、おい、俺来た。あ、どうだ。よそ見してると。かっこいいな。もっと力を。俺が相手だ。頑張れ。オッケー。よそ見してると。怪我すんぞ。強い。逃がさねえぜ。やられたのか、俺が。どっちがどっちだかわかんねえんだよ。よそ見してると怪我すんぞ。あっばい。邪魔だ。こっちだ。よい、覚悟はいい。あ、いや、マジか。今から次新物。やるじゃねえか。勝ったんじゃないの？はい、勝った。まず1勝目。やったぞ。俺が死んだら背中にあるもの、みんな壊れちまうんでね。やったよ、1勝できたよ、できたよ。相手超強かったけどな。やりましたよ。まあ3本勝負ということで、まあできるだけね、ノーカットでいきたいですよね。なんかカットしちゃったらさ、お前本当は何回戦ったんだみたいになっちゃうじゃん。あと、映像は見てないけども、ジョジョも参戦。まあジョジョはね、まあ出るだろうね。ジョータロでしょ、出るのは。ジョジョはいっぱいいるよな。ジョジョ、まあジョータロ、あとディオ。あと誰いる？誰でもいけるよな。ていうか、まあ、そのシリーズごとのジョジョでいけるもんな。さっきとは違うキャラでいきましょうか。ケンシロウかっこよかったな。あ、ゴン使いてえかな。ゴンいこうか。ゴンと、いや、ルフィかっこよかったな。あんまわかんねえけど、ギアフォース、なんかでっかくなるやつ、なんか結構かっこよかったな。ゾロいこうか。ゾロと、あともう一人。悟空はなんか最後に使いたい。悟空最後に使いたいかな。聖夜にしようかな。聖夜前使ったしな。じゃあ、ヒソか。あ、なんかハンター×ハンターって被るのか。いや、どうしようかな。結構迷うな。じゃあフリーザでよし。ランダムで OK です。いや、またすぐにマッチングしてくれればいいけどね。いっぱい人がいるから多分マッチングはできるとは思うんですけども。いや、すぐ見つかる。前やった時ね、全然マッチングできなかったんだよね。キャラ超かぶってる超かぶってる。そしてなんかわかんないけど、緑が濃い。緑キャラが多かったな。どうしようかな。じゃあキャラかぶってないフリーザメインで戦った方がいいのかな。キャラかぶってもさ、キャラごとで色変わってくれればいいけど、まあ現状変わんないじゃん。だからね、分かりにくいんだよね。とりあえずゴンで戦おうぜ。ゴンはなんだ、必殺技何やんだ。じゃんけんか。じゃんけんか。ごめん、もうかぶってるよ。ごめん。どうしよう、俺がキャラ変えようか。そこら辺気使うタイプだけど。絶対に負けない。あ、はい。じゃあちょっと俺がキャラ変えようと思うからさ、そっちはそのままでいっていいから。同じこと考えてたじゃない？うまい。うわ、強い。オッケー。今回だけですよ。こっちで。おいしょい、おいしょい。悪く思うな。一刀流、いよいよ。え、なまらかっこいいんだけど。ゾロめっちゃ強くね。よそ見してると怪我すんぞ。もっと近け手加減なしだ。三刀流奥義一対3000。当たんなかったですけど勝ったよ。俺強いんじゃねえかな。俺このゲーム強いんじゃねえかな。次フリーザ出そうぜ。あのダッシュ攻撃のやり方がもう分かんないね。あんまり近づいてくる。私が相手だ。フリーザ超頑張れ頑張れ。見せてやる。俺の力。俺もなんかデスソーサーってやつやったんだけど普通に食らっちゃったよ。デスソーサーなんて当たんねえだろこんなの。よそ見してるとこいつがお望みのフルパワーだ。フルパワーです。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。いや死んでくれたら楽なんだけどな。うわ強い。こう変身。危ない。こう変身できない。あれで死ぬ。三刀流奥義なんかわかんないけどゴンは使いにくいことが分かった。やったー。みんなありがとう。ゴンはちょっと俺には向いてなかったかな。今日これで勝ち越し決定ですよ。ゾロ強かったかな。やってて武器持ってるやつ強いのかな。技の把握っぷりかな。あんまり俺ハンター×ハンターって知らないから一応読んだは読んだんだけど、なんか剣とか言われても「はい」って話じゃない。それから何が起こるのっていうのが分かってないからちょっと使うのが怖いね。ゴンは髪長くするやつをやりたかったんだけどさ。もう1試合ラスト1試合いきましょう。誰使おうかな。やっぱまずは悟空チョイスをしておきたいですね。武器持ってるので言えば剣心か。いやまずは悟空使おうや。いや悟空なんか逆につまんないような気がするな。朽木ルキアもあんま分かんねえしな。サスケはなんかかっこいいんだけどな。全く分かんねえんだよな。全く分からなすぎてちょっと使いたくないな。ルフィかっこいいな。ルフィめちゃめちゃかっこいいよな。じゃあまずは、剣心とトグロそして悟空これでいきます。マップはランダムでどうせだったら3連勝しましょうよねえ。いやここまで勝てると思ってなかった。俺がセンスあるのかな。てか絶対上手い人とやったら勝てっこねえわこれ。なんか格ゲーってさなんか大体キャラがちょこちょこかぶるんだな。悟空かぶったわ。格ゲーってほんとうまい人ってさ出たばっかのゲームでもすぐコツつかんで強いじゃん。今がチャンスだよね。俺みたいななんだろう格ゲー下手だけど好きみたいな感じの人がオンラインゲームでオンライン対戦で楽しめるのって今ぐらいがチャンスだと思うわ。ていうかあれだね処理速度相当いいね。まあ、試合開始前に若干かくつくかなってところはあるけども、それ以外は本当になんか処理はしっかりしてる気がする。ではダッシュ攻撃ってどうやんだっけ？ここは俺一人で十分だ。あ、そうなんですか。絶対交代すんなよ。誰一人とて死なせはしない。そうですか。よし、ここがカクつくんだよね。ここぐらいだよね。おい、変わったぞ向こう。どうだい竜明戦。終わりじゃ。天かけ竜のひらめき。俺めっちゃ強いかもしんない。砲台いてー。トグロ弱え。めっちゃ食らったし。死なないとでも思っているのか。フルパワー 100% 中の 100%。うわ、かっこよすぎるトグロ。トグロ超かっけえ。よし、次は悟空を使おう。俺が相手だ。ああ、遅かった俺が。俺うまいんじゃないのかな。どうなんでしょう。俺うまい、いけてる。いやー強い俺。剣心めっちゃ強いぞ。天かける竜のひらめきはやばい。本当に強い。やりました。ということでオンライン対戦3連勝ですよ。こんな結果になるとは思ってなかったけども、いやーこれ製品版欲しいな。台使いてえもんな。なんかストーリーモードもあんでしょ。それの時点で欲しいもんね。2月14日だっけ発売。買おうかな。なんか自分への誕生日プレゼントにしようかなこのゲームを。それもありだな。はい、ということで、終わりましょう。終わり。バイバイ。